おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は新作情報やセール情報など大量にあるので確認していこう。8月に入っていろいろと情報入ってきているわね。もうすぐ、大型のゲームショーが控えているというのも影響はしているだろうな。そのあたりも含めて見ていくとしよう。ワクワクするところだけど、お財布が持つかは心配だわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずは新作情報として9月26日発売予定のゼルダの伝説地への借り物では、ハイラルの歩き方、と題して、借り物編、第一編が任天堂公式チャンネルで公開となっている。借り物編は6月の任代で公開となっていた情報も多いけど、第一編は新情報や映像もモリモリとなっているわね。世界の様子やシステムなどが多く紹介されているな。ハイラル各地のロケーションについては、可愛さも残しつつ作り込まれている感じだな。世界の広大さはデフォルメされているとはいえ、ブレは否めと期待したいところね。動画にもあるが広大ゆえに馬での移動や他にも移動手段は結構ある感じだな。ファストトラベル地点となるシルベも各地にあるようなので、広大な世界でも探索は苦痛ではないだろうな。クエストの UI もそうだけど、ブレは遺憾はあるな。多少ジャンルは違えど、偉大なるシリーズ作から世界観、システム面でも強く影響を受けているだろうな。そして、任代で紹介となったゼルダ姫の借り物、能力に加えて、今回、シンク、という能力も公開となっている。対象物をゼルダ姫の動きに合わせて動かすことができる。シンクロするから、シンク、か。通常の攻略で必須なのは間違いないだろうが、シンク、が可能な対象物は無数にありそうだから、ブレワイ、ディアキンでもあったような。無数の解放に想像力次第ではありとあらゆる攻略や楽しみ方があると思う。ブレワイ、ディアキン後の新作ゼルダ、位置取りとしては主人公がゼルダ姫で、外伝作品ではあるけど、中途半端な出来だとシリーズファンはがっかりしてしまう。そんなことは開発陣の皆様も百も承知だろうから、全力で作り込んでいると思うけどな。そしてストーリーの詳しいあらすじについては、次の機会に、とされているので、他のゼルダ姫の新能力紹介とともに、発売日までに情報は徐々に出てくるだろうな。この作品前に次の任代はありそうだし、そこで大々的にアピールだと思う。そう考えると任代の開催時期もおのずと推測できるかもだぞ。ちなみに私は任代開催日時については、言及せんからな。ああ、マリサが言うと外れるからそれでいいよ。お次はモンスターハンターワイルズ。8月5日より武器種を紹介する動画投稿がカプコン公式チャンネルでスタートしている。8月18日まで1日1本ペースで公開され、1武器種ずつ全14種を紹介予定となっている。初日は体験からとなるわね。初回ということで、基本アクション、と新アクション、集中モード、の紹介動画も公開されている。集中モードでは本作からの新要素となる、傷口、も登場となり、様々な攻撃をモンスターの同じ部位に当て続けると、傷、がつき、傷口への攻撃は与えるダメージが大きく、攻撃を重ねて傷口を破壊すると、さらなるチャンスを作れるとのこと。私のようなそんなにアクション得意でなくても、弱点じゃない同じ部位チクチクやるのも効果的ということやな。言い方はどうかと思うが、そういう側面もあるだろうな。集中モードでは他に注目な部分があり、集中モード中の攻撃やガードは、カメラ正面方向に向かって行うことになり、傷口や露出した弱点が強調表示されて狙いやすくなる。さらに、集中モード時に傷口や弱点を狙うことで大きなダメージを与える特殊な派生攻撃、集中弱点攻撃もあるようで、モンスター討伐のセオリーはこのワイルズでまた進化しそうな感じだな。しかし、毎日動画公開で盛り上げてくるわね。これは8月21日から開催のドイツのゲームショーゲームズコムに合わせているというのは公式も明言している。こちらのオープニングイベントにてプロモーション映像第3弾の公開は予告されているし、世界初のプレイアブル出展も予定されているので、ここから徐々に盛り上げて、ゲームズコムで一旦最高潮にしたい思惑だろう。盛り上がることは間違いないわな。私はガンランスが不遇な扱いでないなら、それでいいよ。とりあえず現時点で使いたい武器種の動画は要チェックだな。そして、11月14日発売予定の HD2D 版ドラクエ3では、
週刊少年ジャンプにて、本作では主人公勇者の父であるオルテガのエピソードも収録されるとの情報が来た。だいぶ前にオルテガエピソードは予想していたけど、マジで来たわね。まだ詳細はわからんが、本編に直接関わるというよりは、各冒険の中でオルテガのエピソードが今までより詳細に語られるところだろう。新規でプレイする人もいるだろうから、なるだけネタバレは控えるが、ドラクエ3における勇者一行の旅は、この父オルテガの足跡を追うことでもあるからな。プレイヤーの想像に任せていた部分も多いけど、そこがより明確となるわけか。それ自体に賛否含めていろんな意見あると思うけど、できるだけ多くの人が納得なエピソードであってほしいな。新ボスもさらっと紹介されているし、どれほどのボリュームになっているか気になるところですよ。ドラクエ3は9月の東京ゲームショーで大々的にアピールされるだろうし、以前にも予想したけど、9月の任題でさらに新情報、そして体験版配信も可能性はゼロではない。流れとしては昨年のドラクエモンスターズ3と同じかもとはしたな。スムーズにアピールしていきましょうよ。スクエニさん、と言いたい。データ引き継ぎなしでもいいから、アリア班を抜けるまでは早めに遊ばせてくれねえかな。正直、ここは全然予想つかないけど、期待して待つとしよう。お次は新作情報というかまだ憶測レベルではあるんだけど、セガが7月26日にヤクザウォーズ、なる商標を出願しており、8月5日に公開となっており、特許情報プラットフォームで確認できる。あんまり公には使いたくない言葉ではあるけど、セガでヤクザ、というとあのシリーズしかねえ。海外版の龍が如くではセブンまでは使われていたタイトルだな。ライクアドラゴン、からまた戻るのかね。こちらにせよ、新作で使用される名称の可能性は高いな。一番可能性が高いとすると、先日オーディションもあった港区系女子が登場する新作やな。にしても想像つかんけどな。ウォーズ、というと日本語だと、対戦。桜対戦とのコラボだとしたら、めっちゃ興味がある。春日一行の戦う過激団かはなんかイメージできなくもないぞ。どっちかというと過激団だけどな。そっち路線よりもセガのアーケードゲームの三国志対戦のようなカードバトルとか、シミュレーション RPG みたいな可能性の方が想像しやすいけどな。そう考えていくと新作のタイトルというよりは、セガらしいセルフパロディーって可能性もあるわな。ああ、そっちの方が現実的かもな。まあ、あくまで保険で出した商標出願という可能性もゼロではないし、これについては頭の片隅に置いておくぐらいにしておこう。この名称を頭の片隅に置くのもシュールではあるけどな。それに龍が如くシリーズの展開は新作発表であれば、龍が如くサミットでの初公開が恒例。予想としては東京ゲームショー開催時期前後の9月にあるかもなのよね。新作の発売が遅くとも2025年前半なら、このタイミングでの発表しか考えにくいからな。どちらにせよ、期待はしておこう。そして、今結構好評な新作としては、ドカポン怒りの鉄拳のパッケージ版が結構品薄。ほうほう。現在アマゾンでは1週間ほど待つ状況となっているし、量販店の EC サイトでは在庫があるところもあるが、在庫切れも結構見受けられる。この状況については公式も謝罪している。ドカポンはこの夏に友達や家族とワイワイプレイするなら、楽しい作品ではありますよ。昔はスーファミ版もそうだけど、コントローラー4つ用意するとかマルチタップ用意するのは厳しかったから。4人プレイなら2つのコントローラーでシェアしていましたよ。RPG 要素のあるスゴロク風ボードゲームとして昔から人気のあるシリーズだな。本作怒りの鉄拳は1998年に初代 PS で発売された作品で、可愛さもありながら、結構過激な表現もあったりして、今回のスイッチリマスター版を開発、販売するスティングも、シリーズ史上最も強烈な作品とアピールしていて、リマスターにあたっても当時のギリギリの表現をリスペクトしているとしてわずかな修正のみとなっている。今後も名作のリマスターは多いだろうけど、どの作品も基本はそうあってほしいものです。オリジナルにある良さがありながら、現代向けに倍速機能やゲームの一部のバランスを変更できる機能などもあり、それが好評の要因となっているようだな。名作ボードゲームはそう簡単に色あせることはないわね。それに本作でドカポンシリーズが盛り上がるなら、いよいよ過去作の復活ではなく、新作作ろうよ、って流れもあるかもしれない。そこにも期待はしたいところだが、この朗報にちょい水を差すなら、
もともとのパッケージ出荷数が少なかったというのも品薄の要因ではあろう。まあ、小売店的には大量入荷するようなタイトルとは思わんかったか。往年のファン中心である可能性があるし、さらなる盛り上がりには若い新規層も重要だろうな。本作はパッケージ版だと値引き込みで3000円台で買えて、遊ぶ友達多いなら、マジでコスパはいいしね。先ほど霊夢が言ったアルカモなドカポンシリーズの未来のためにも、怒りの鉄拳には注目だな。そして、これは定期的にやらなあかんな、と思った注意喚起を一つ。というと、8月6日お昼時点での Amazon 売上ランキングなんだけど、あんまり知らないタイトルが1位となっているわね。ザ・スマーフ2という作品で、このパッケージに書かれているキャラのスマーフたちが活躍する、TPS アクションシューティングとなる。別にそれ自体は何の問題もないんだ。今回ランキングで1位となっているのは、北米版のパッケージとなるし、そもそもこの作品は2023年にリリースされており、日本でも普通にダウンロード版が購入できる。しかもそんなに安くもねえ。これが一時的にでも売り上げ1位を取る理由が特に見当たらないわね。スカル&ボーンズとかプリンスオブペルシャもそうだけど、マジでたまにアマゾンランキングバグるな。この作品を腐すつもりはないが、ランキング見て興味を持つにしてもちょい慎重であってほしいな。多分、ご視聴者様は大丈夫だと思うけどね。さて、注意喚起の後はセール情報。スイッチでは8月5日から18日までサマーセールを開催しており、普段セールになりにくい任天堂ソフトも対象となる。まずは集まれ動物の森が 30% オフ。片付けで引き換えるよりお安くなっているわね。今回のセール価格は他でもそんな感じとなっているな。時間があるなら集まりはこの夏でも普通におすすめです。そして、星のカービィ・ウィー・デラックスとゼルダの伝説夢を見る島も 30% オフ。ミートピア、ドンキーコングトロピカルフリーズとか夏っぽいチョイスがセール対象となるわね。マイニンテンドーストアではグッズと同時購入でグッズも割引されるので、欲しいソフトとグッズがある人は要チェックだな。あつ森のグラス欲しいなーって思ったら品切れだった。人気商品は早めにチェックせなあかんな。そして、桃鉄ワールドは 20% オフ。ドカポンもそうですが、嫌がらせ、妨害行為もガンガンあるボードゲームは、この夏との相性バッチリ。リアルな喧嘩にならんようにだけは注意してほしいけどな。みんなでワイワイなジャンルだとスーパーボンバーマン R2 とか太鼓の達人ドンダフルフェスティバルもある。良質なホラー作品ではリトルナイトメアのデラックスエディションが 60% オフとお買い得だ。いろいろと目移りするわね。ゲームをする時間がたっぷりあるなら、ユニコーンオーバーロードや夏モン、もおすすめ。ユニオバも夏モン、も体験版あるので、そこでよほど合わないとならない限り、買って損はない作品です。同時に開催されているコンビニのプリペイドキャンペーン、いわゆるグッパ狩りとともに、スイッチユーザーの皆様はチェックしておいてほしい。次回予告もあり、ぶっちゃけるけど今回は朗報中心でお伝えしてきたが、次回は悪いお話ばっかなんやな。まあそういうことになるけどよろしくというところだな。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。